久保,さん久保さん。まあ僕、久保さんと違ってですね、もうまたあの、4月4日、また商品販売するんですけど、<laughs> まあ4月4日の販売終わったらまた商品販売して、まあ終わりなきループなんですけど、多分ね、相当商品売ってるんですよね、独立してから。毎月、毎月売らない日がないし。 で、まあ、普通、あのー、普通メルマガって、なんか、一応教育みたいな、なんかフリーコンテンツあるじゃないですか。で、今、あのー、僕、セールスのメルマガしかやってないんですよ。で、通常、セールスのメルマガしかなかったら、あんま、あのー、多分もう、終わっていくと思うんですよね。<laughs> なんだ、売り込みしかねえな、みたいな。 で、7年目っすね <laughs>。まだなんとかやってます <laughs>。まあそれはね、まあ一つは、まあ無料の動画を撮る、まあもちろんその無料の動画をずっと作ってるっていうのはあるんですけども、ただまあ、うん、ファン、ファンの方の存在ですね、やっぱ。うん。なんかね、お客さんによってはもう買わなくていいですよ、みたいな。この前も、 あのかなりかもう多分ね10個以上買ってる人いるんですよでタイに住んでる人なんですねでわざわざあのい以前お問い合わせがあってそのなんかタイからだとなんか弾かれるみたいなクレジット決済弾かれるっていうことでなんか銀行振込でっていうお問い合わせがあってでその方はずっと銀行振込で振り込んでいただいてるんですよ海外送金というかあのタイからあの入金いただいてるんですけど うん、でその方にね、この前も、あの入、あの入金あったんで、その人からね、あの、ありがたいですと。<laughs> あのー、買わなくて大丈夫ですよ、みたいな。まあ、ビジネス的にはね、まあ、買っていただきたいですけど、消化できますかと、そんだけ買ってもらってつってね、ちょっと動画添えて、まあ、商品納品したんですけど。 結構ね、あとねそのも,うもう買わないでくださいメルマガ解除してくださいっていうふうにお伝えしたお客さんもいまして、まあ、それともメルマガ解除していない人もいたりしてなんか最近思うのがやっぱ生かされてるなっていうのはすごく思いまして、ね、<laughs> まあそういうお客さんが全員離れてたら僕本当売り上げ上がんないですからうーん。 だからまあなんだろうな逆にそのなんか仕事のモチベーションというかまあ動画をこう日々撮っていかないといけないなっていうのはなんか責任というかそういうのは感じる7年もやってるとやっぱそうなんか変化してきましたね前まではなんかそのまあもちろん起業当時はまあ売り上げ上げるのに必死でしたから借金もあったし今はちょっと落ち着いた部分もあって うん、まあもう落ち着いたんですけど商品は売りますけどねそれで飯食ってるんで僕はうんなんかだからまあ40歳からまあちょっとね投資もやるっていうところでまあ新しいこともやるんですけども、まあ、そ,んそれが軌道に乗ったらまあ無料プレゼントをちょっと主軸にやっていこうかなっていうところはありますねうんまあもちろん商品は毎月1回ぐらいは売りますけども 何なんすかね <laughs> まあ久保さんの言う通りね、まあ、ほとんど出てくばっかっすもんね商品なんかねあのそうと友,だ友達とこうねえなんか遊びに行ったらねまあ飯をおごりますよね。久保さん のポジショニングだったらね、多分まあ、おごるでしょうね。前、まあ、なんかパン屋の話してましたけど、パン屋ね、あの、なんか、買いに行ってますみたいな、言ってましたけどね、高いけど買いに行ってますみたいな、応援してますみたいな。うん。その、おごってもらうよりを、あのか、積極的に買うっていう改定の方ですよね。うん。なんか不思議ですね。そう。 一番、まあだからそれは個人レベルじゃなくて前回の動画でも言いましたけど会社もそうだと思うんですよね。会社も結局誰かが商品買ってないと売り上げ上がんないじゃないですか。それがまあ会社間なのか個人間なのか変わってきますけど、うん、誰かがそのあなたの会社のねサービスを利用してくれる人がいるからあなたの会社の売り上げが上がって給料が上がるみたいな話でそのクライアントさんいなかったらね上がんないですからね。 だ僕もそのアップル信者ですけども、ね、これ4万円ですよ。こんなのちっちゃいのがね。<laughs> AirPods Pro。去年出た第2世代の。めちゃくちゃいいんですけど。ね、このパソコンも今、今使ってるパソコンも80万くらいしましたけど。まあ iPhone も20万くらいですかうん。まあ Apple これからも買うと思うんですけど。<laughs> そう。別に Apple 家族じゃないですからね。 この前、親父から連絡があって、まあ、親父にね、あの車をプレゼントして、でこの前、その1年点検でね、あのなんだ11、二万取られて、取られてというか、まあ、お支払いして、まあ、僕のカードからねセルフバックしたクレジットカードを渡してね <laughs>、それで決済してもらったんですけど、だからあの領収書取ってなかったっぽくて。 もう留守人取ってねんとかみたいな <laughs> 一応言ったんだけど、<laughs> お金かかりますね <laughs>。親孝行もお金かかるしね。何なんですかね。本当に大切なものって何なんでしょうか。いってらっしゃい。